どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマがですね、こちらという形になるんですけれども、織田信長君のシリーズ第2弾ということになるんですけれども、まあ、室町幕府1573年に滅亡という形になります。まあ、足利義昭君バイバイっていうね、さようならっていう、まあ、状態になります。で、ここがポイントになっています。なんで織田信長が室町幕府を滅亡させる意味があるのかって話なんです。で、織田信長ってイメージとしてあるのは、かっこいいイメージあるじゃないですか。あの、イメージとしては。で、ちょっと違うんですよ。ちょっと違うと、イメージとしては。織田信長って、あの、基本的に3つなんですよ。わかります？あの、金でなんとかする。これ第一。で、二つ目が、ごますりでなんとかする。休まえんなーって。で、三つ目が、要するに、その時その時の戦略を考えてやるっていう、結構頭脳派なんですよね。頭で考えて行動するっていうことになるんです。で、織田信長は、この足利義昭っていうのを使って、将軍でしょ？将軍でしょ？で、周りの大名たちを要するに手なずけていくっていう政策をするんですよ。簡単に言うと。ところが、足利義昭としては、その、織田信長のおかげで自分が将軍になれたにも関わらずですよ。もともとが将軍じゃないですか。そうすると、織田信長のこと下に見てるんですよね。下に見てるんですよ。お前俺の家来やろって感覚なんです。でも、織田信長からしてみたら、お前俺のおかげでなれたやろって。ふざけんなよっていうこの関係性がまず出るんですね。まあ、要するになんかあの、昔の先輩みたいな。あの、もう、立場が全然違う状態なのに、いつまでも先輩ずらしていくみたいな、そんな感じの関係だと思ってください。で、織田信長これでどうするかっていう話になるんですけど、もうあいつ邪魔と。もう足利義昭邪魔と。もうちょっとどっか行ってこいつっていう話になるんです。だから13年間ぐらいは足利義昭と一緒にやっていくんですけど、もうだんだんちょっとこいつめんどくせえなみたいな、いつまで俺の上司ずらしてんだよ、このクソガキやみたいな感じになるわけですな、簡単に。で、そういう感じになってくるんで、どういう風な形になるかっていうと、この織田信長が足利義昭君に対してどうするかっていうと、はい、さようなら、バイバイって言うんで、追放しちゃうと。ね。で、まあ、追放されてしまうということで、まあ、織田信長君がこう、室町幕府を滅亡してしまいますよ。ということで、1573年、室町幕府の滅亡という風な形になるんですね。よろしいでしょうか。さあ、そしたら、本日は、3分でわかるかもしれない、室町幕府じゃないですね、安土桃山時代、ということで、まあ、お話を終わりたいな、というふうに思います。ご視聴いただきまして、ありがとうございます。